皆さんこんにちは、柳井ゆめなです。すごい、今日はスタッフさん持ち込み企画です。持ち込み企画です。何ですか？柳井さんが選ぶチェーン店ベスト3。おー、チェーン店ベスト3。ゆめなの夢、まあ、今まで行ったことのあるでもいいですし、行きたい、これから行きたいでもいいんですけど、総合して。なるほど。やっぱチェーン店さんってやっぱね、過去にあのスタバの動画上げた時に言ったと思うんですけど、はい、丸亀製麺さんとかすごいので。丸亀製麺さんね、とかもまあチェーン店じゃないですか。そうですね、そうですね。どこにでもあると思う。確かに、はい、コンビニ以外で話します。わかりました。はい、コンビニはダメです。ありますか、ベスト3。ベスト3ですよね。本当にもう好きなとこは1個パッてすぐ思いついたのはあって、まあもう2個目もあって、3個目、これは好きなってことですね、私が。はい、行きたい、行ってみたいか好きかどっちですか？どっちもいいですよ。あっちにも、はい、好きでも行ってみたいでもいいし。柳井さんが選ぶチェーン店ベスト3、うん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 、あと1個ちょっと待って、あと1個チェーン店めっちゃあるじゃないですか、チェーン店。いや、めっちゃある、めっちゃある。まあそれこそマクドナルドさんもそうですし、まあまあそうですね、それこそね、お寿司屋さんもいっぱいあるし、はい、あ、焼肉屋さんもいっぱいあるし、はい、中華もいっぱいあるし、あー、はいはいはい。はい、はい、出たかも、3つ。おっ、じゃあ3位からいけますか。3位からお、意外と早い。はい、いいですか、じゃあ。どうぞ。あ、どうぞって私も。はい、私はあの、スタッフの男のベスト3、誰も興味ないでしょ。どうぞとか。はい、私が好きなチェーン店第3位は、ドゥルル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 ルベーン、魚べえさんです。おお寿司って言って思いついた。スシローはあんまり実は行ったことなくて、魚べえ派ですね、私は。へえ。ウォウォベイベーベイベーっていう音楽がいつも流れて覚えちゃうぐらい好きですね。ご家族とかで行かれてた？家族でも、まあ福島で魚べえも行ったし、まあ、かっぱ寿司とかも行くんですけど、もうなんか対決になっちゃって、自然と兄弟たちと大食い選手権始まっちゃうんですよ、毎回お寿司屋さん行くと。習慣っていうか、行ったらそうなるっていう自然な流れなんでしょうね。はい、魚べえさんですね、第3位は。魚べえさんでというか、もうお寿司で好きなネタは1位は蒸しエビ蒸しエビ、甘エビじゃなくて蒸しエビが好きなんです。ボイルされてるね。ボイルされてないと食べれない、うん、と、第2位言うと炙りサーモン大好き。3位はイカかな。ごめんなさい、なるほど。マグロとかそういうカンパチとかするんじゃない、イカ、うん、美味しいですよね。はい、かな。じゃあ3位は魚べえということで、はい、です。じゃあ2位の方ね。第2位はべーん、スターバックスです。のまあまあ、はいはい、やっぱねって思いましたね、きっと。スターバックスさんは入れないわけにはいかない。のアーモンドミルクラテが一番やっぱ美味しいんですよね。どのアーモンドミルクラテを飲んでも、ソイラテとかも大好きだし、よく飲んでました。ですね。一番スタバに来たのいつぐらいですか？一番？最近も行かれるって言ってましたけど。最近もそう行くんですけど、やっぱ地元だと車走らせないとスターバックス行けないんで、あんまりね。近くに行った時しか飲めなかったんで、東京もどこ歩いてもあるじゃないですか、スターバックス。ダークモカチップフラペチーノが大好きです。なるほど、まあ女性やとやっぱ入ってきますよね、スターバックスさんは。やっぱ、うーん。第1位はドゥルル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 ルシャーン、サイゼリヤさんです。美味しい。
安くて美味しい、もう一番いい。よく母ともサイゼリヤ行ってたし、やっぱもうおちびちゃんたちもいっぱいいるんで、下に3人いるんで、おちびちゃんがやっぱお母さん世代とかってもう食べ盛りの子たちがいるとお会計もうヒヤヒヤしてしょうがないと思うんですよ。でもサイゼリヤさんはもう本当にお手頃価格すぎるから安心していっぱい食べさせてあげられるっていうのもあると思うんです。小エビのサラダが大好きで、私サイゼリヤでは小指のサラダを大きいのをバンバンって頼んで、絶対ドレッシングは別でもらってかけながら食べるっていう。あと辛味チキンも好きだし、そうですね、辛味チキンも美味しいし、あとあれ、なんだっけ、お肉、串に刺さったお肉があってスパイスがめちゃくちゃ美味しいんですよ。なんだっけな、あれ辛味じゃなくて、調べますあ、ラム肉だ、サイゼリヤのラム肉、串に刺さってるやつ本当におすすめなんで、ちょっと食べてみてください。あのスパイスが美味しすぎて買いましたもん、スパイス別で。そんなに、うん、本当に美味しい。なんかね、何にかけても美味しいの、あのスパイス大好きなんで1位にさせていただきました。私がおすすめするチェーン店ベスト3、第3位はウオベイさん、第2位はスターバックスさん、第1位はサイゼリヤさんです。あー、でも意外とドチェーン店みたいなんですね、うんうんうん、やっぱちょっとこう年齢もあるでしょうね、これ。あ、もうちょっと行くとね、王将とか入ってるかもしれないですね。あ王将もうまい、王将さんとか、お酒の匂いがしないじゃないですか。まあ確かに確かに、はい、学生さんたちはまあ多分マックとか入ってくると思うし、はいはいはい、マックスタバーみんな好きだろうな、ね、おしゃれな人はもうフレッシュネスバーガー、フレッシュネスバーガーですね、はい、バーガー皆さん何が好きですか。マックが人気なのは分かるけど、バーガーキングさんもあれば、フレッシュネスバーガーもあれば、モスバーガー、モスバーガーもあればいろいろあるけど、皆さんのおすすめのチェーン店、好きなチェーン店コメントでどしどし送ってください。あの一人一個は絶対送ってください気になります、超気になるんで。ということで今日も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。お寿司食べたいなチャンネル登録よろしくお願いします。押してねー。